エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集上キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT DAO デファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします。源頭者新しい経済の志田祐介です。 DYDX ファンデーションの大木久志です。エクソダスエピソード37始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大木さん、今日はちょっと遠隔で今いつも通り撮ってるんですけど、かなり時差があるところにいるようで、はい、大木さんは時差ボケです。どこにいるんでしたっけ？ですね、メキシコのカンクンにいます。あ、いいですね。DYDX トレーディング社の、はい、まあ、オフサイト、慰安旅行ですね、いわゆる。前ちょっと言ってたな。はい、ちょっと話したかもしれないですけど、まあ、そこに招待してもらって、まあ、ファンデーションのメンバーも何人かいるっていう感じですね。1週間ぐらい行ってるって感じ？1週間ぐらいですね。わ、いいな。僕もね、今、実は福岡から撮ってるんで、ちょっといつもと違う、まあ、ちょっとごめんなさい、僕は近場で申し訳ないんですけど、それ、メキシコに比べたら、ちょうどイベントがあって、福岡で。いいっすね。で、まあ、やっぱり、DYDX チェーンがローンチして、そう、ね、まあ、まだまだね、安心はできない状況であるんですけど、はい、まあ、みんな今年1年頑張ったよねっていうことで、お疲れさんっていう感じでオフサイトやってるって感じですね。そうだよね、はい、だって今年1年振り返るといろんな国に多分メンバーもね、日本も来てただろうけど飛び回ってたわけだ、ね、ですね。カンファレンスがあって、ね、そうですね。そうで、その中で、まあ、DYDX トレーディング社の人たちと、まあ、話してて、すごい盛り上がったのが、うん、日本についてなんですけど、おうおうおう、ニセコブロックチェーンカンファレンスみたいのをやったらいいんじゃないかっていう。ほう。そう、要は来年、その噂で聞く限りは、その6月か8月にカンファレンス、イベントが集中しそうじゃないですか。そうですね、7月、はい、8月そのあたり各大きなイベントがなんかそこら辺で申し合わせてる感があるし、ね、イーサリアム系のイベントもあるし、DAO東京もなんかね、みんなと会うとそういう話になるよ。でもだいたい春以降夏ぐらいにかけて、うん、なんか今みんなが調整してる感じだね。確かに、はい、なんかグローバルカンファレンスですよね。そうです、そうです。で、そう、うん、DAO東京なんか半分ぐらいは外国人だったと思うんですけど、そうね、いや本当に半分以上かもしれないね、うん、半分以上そうですよね、うん、で、だからそれはそれでいいんですけど、はい、なんか要はその冬のスキーシーズンにやったらすげえ外国人来るんじゃないかっていう。なんだろう、ニセコって外国人スキーやスノーボーダーから政治的な扱いで、ああ、やっぱりその、あ、ちなみに僕行ったことないんですけど、なんかパウダースノーそうがすげえいいっていう、はい、世界でも指折りなんだね、多分ね、指折りです、ね。で、大体来年来る外国人って、はい、その一回は日本に来てる人が多いとは思うんですよ。あ、今年か。今年とかで、大体みんな東京とか京都とか行ってるんですよ、大阪とか。そうね、次違うとこ行きたくなると思うんですよ。そうだよね。で、そこでやっぱスキー、スノーボーとセットでカンファレンスしてあげると、うん、行く理由が増える。それ外国人そんな好きなんだね、スキーが。DYDX 関係の人だけじゃない。めちゃくちゃ好きです。あ、そうなんだ。クリプト関係に多い印象もあるけどな、確かに。そうなんだ。なんか確かにカナダとかでスキーしてましたもんね、うん、前も。おじさんクリプトのね。そうです、そうです。そうです。なんか肌感覚ですけど、まあ旅行とかの話題になると、大体スノーボースキーは出てきますよね。へぇ、うん、大変そうなのにね、持ってくのね、なんかボードとか。まあ、借りんのかな、わかんないけど。ああね、だけどちゃんと持ってきたりしてますよね。やっぱそうだよね。なんか見るもん、とりあえず空港にいるっちゃいるよね、確かに。そういう感じ、います、います。で、ちなみに DYDX の人たちは、うん、おそらくニセコブロックチェーンしたら、うん、ブロックチェーンカンファレンスしたら、その半分、会社の半分以上行くと思うって言ってました。じゃあちょっとどこかがこれ計画した方が。理由が欲しいんですよ。そういうことだよね。で、しかも、はい、いろんなプロジェクトのルールあると思いますけど、カンファレンスをスキーリゾートでやってあげると、うん、経費で行ける人たちも出てくるわけじゃないですか。そうね。経費でスキー、スノボーに行ける日本のって。これは多分激アツってことになると思うんですよ。ということで、なんかちょっとこれ聞いてるね、誰かが企画するかもしれない、うん、そうですね、その1、2、まあ、3月はあんまりね、カンファレンスやるイメージないですけど、もしかしたら、うん、穴場かもしれないですよね。そうですよね。なんか結構単純したらかもしれないですけど、夏は海、冬は山なんですよ。そうだよね。
行く場所、うんうん、で そこにカンファレンスくっつけてあげると行く理由が増える。外国人はたくさん呼べると思いますね。僕も個人的にあの以前沖縄で IVS があったじゃないですか、国内イベントですけど、はい、あの良かったですよね。やっぱりホテルのプールで泳いだ後にね、うん、カンファレンス行くとかありだったなと思うので。そうですね、うん、いいですね。考えたいですね、そういうのね。僕らもそうですね、うん、はい。ということで今回もエクサダス始めていきます。まずはビットコインとイーサのマーケット情報からお伝えしていきます。それではこの1週間のビットコインとイーサーその他暗号資産のマーケット情報の方を振り返っていきます。ビットコイン先週の週始め11月6日月曜日の始め値が523万5985円、11月12日日曜日の終わり値が562万4898円でした。週頭から 7.42% の上昇となりました。そしてイーサリアムのイーサーですが、週始め11月6日月曜日の始め値が282804円、11月12日日曜日の終わり値が311417円ということで、イーサに関しては 9.76%、 約ま 10% ぐらいの1週間の上昇となりました。でビットコイン、まあ、イーサもなんですけれども、毎週上がるというのがもうこの4週連続だなと。このエクソダスでも上がってますねというのは4週連続ということで、非常にまあ強い相場で、ビットコインに限らずあるとも伸びてるというところがあるかなと思います。でちなみにまあこの1週間でいうと大きなトピックスとしては、ブラックロックがあのイーサリアム、まあ、イーサの現物 ETF を申請したと。今ビットコインの現物 ETF 申請中なんですけれども、さらにイーサも現物を申請したというのがありまして、まあ9日から10日にかけて、まあおそらくそれを受けてビットコインもですね、一番高いところだと570万ぐらいまで上がってますね。そうですね。イーサも32万ぐらいまで上がっていて、でその後まあ少し下落したんですけれども、その後も先週に引き続けばアルトでどんどん強いものが出てくる。この1週間でいうとソラナだったりアバランチなどが伸びていたりします。ちょっと主要なものを取り上げてみると、ソラナはこの1週間で 42% ぐらいの上昇、1ソラナ8651円ですね。アバランチも 35.17% の1週間の上昇で2648円ぐらい。今これ収録時11月14日のまあ深夜に撮ってる、0時に撮ってるんですけどっていう形です。あとまあ大木さん、これあまりコメントを逆に立場的にできないかもしれないですけどDYDX もこの1週間で 31% ぐらい上がっていて476円と、うん、でこれあれですね、表記が DYDX（ETHDYDX） というふうに、まさにそのそあの変わってるんだなっていうのもちょっと思いました。はい、はい、ブリッジ前のイーサリアム基盤の DYDX の価格です、こちらは。そうですよね。というところで、まああの DYDX さんも伸びてるし、あと国内でまあ人気銘柄でいうとアスターなんかも 26% ぐらい伸びてて、今 11.22 円ということで、うん、調子いいかなと。まあ、13円ぐらい前ね、週の半ばで結構伸びつつ、ちょっと戻してるということで、チェーンリンクなんかも 21% ぐらい上がって2283円みたいな形の価格です。ただ一方、もちろん全部伸びてるというわけじゃなくて、XRP は実はこの1週間で言うと 8.34% 下がってる。うん、で、その前にまあ110円近くまで行ってたのが98円ぐらいと、98円9円のとこうろうろしてるので、うん、まあなんとなくアルトでこう硬いのが出てきてドンと上がるんですけど、調整されて、で違うアルトが出てきて、みたいなところで、ただまあこういった動きも影響して、まあビットコインとかイーサーに関しても非常に週のその半ばの上がった時よりは下がってるものの、高値圏をまだキープしてるのかなという状況ではあるかなと。でまあ今週のちょっと注意点としては、14日にこの放送時点ではもうあの発表されてるかもしれないですけど、アメリカの10月の消費者物価指数だったり、15日にはアメリカの小売売上高、10月の卸売物価指数と、まあいろんな主要指数が出てきますので、このあたりがどう動くかで、またアメリカの景気みたいなのがどう出るかによって、まあ、ビットコインに影響するのか、まあ、あまりしないのか、まあ、そこら辺もちょっと注意しながら見ておく必要があるというものの、非常にクリプトについては強い状況が続いていて、さっき言ったカンファレンスで僕最近クリプトのいろんな人に会ってるんですけど、国光さんなんかはもう夏が来たと、加納雄三さんも乾杯の挨拶で夏が来ましたみたいにおっしゃってましたし、まあ、余談ですけど、ハッシュパレットの吉田さんなんかは、もう T シャツと短パンでしたね。夏が来たっつって寒いだろうって感じ。そのぐらいなんかね、あの皆さん盛り上がってる状況ではあるんですけど、まあちょっと確かにそういう雰囲気だなというところは見られる相場なのかなというところではございました。盛り上がってますね。盛り上がってますね。
続けてざっくりとですね、毎週紹介している数字の方だけご紹介していきます。暗号資産全体の時価総額です。13日の調査だと221兆4940億円ということで、1週間前が207兆だったので、こちらもまた 7% ぐらい伸びてると、まあ、あるとも強いというところがあって、時価総額は非常に大きくなってきてるというような状況もございます。また暗号資産、主要な暗号資産のドミナンスです。1週間前6日がビットコイン 51.89% で、11月12日のビットコインのドミナンスが 51.21%、 まあやや減ったかなと。でイーサが 17.25 から 17.39、 USDT が 6.47 から 6.13、 BNB が 2.81 から 2.66、 XRB が 2.67 から 2.51 ということで、でその他のアザーという、まあその他のコインですねの数値が 18.92 から 20.09 ということで、このまあここら辺も 1% ぐらい伸びてるところがあるので、まああるとの元気さみたいなのを表しているのかなというドミナンスでございました。またビットコインの恐怖強欲指数、こちらもこの1週間も楽観の数字、強欲の数字が続いてます。6日月曜日74、7日火曜日68、8日水曜日66、9日木曜日69、10日金曜日が70、11日土曜日が70、12日日曜日が73、そしてこの収録の11月13日月曜日が72ということで、これはまあこの4週ぐらいですね、強欲の数値というのが出ているかなというところです。続いてグラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのインフロー、ビットコインが取引所に送金された総量ですね、トータルトランスファーボリュームです。こちらこの1週間ではそんなに大きな、この1ヶ月で見てもさほど大きな動きはありませんでした。1週間前の月曜日が 28,842BTC、 一番多かったところで言うと9日の木曜日が 57,058BTC、 そして12日日曜日が 24,739BTC ということで、まあ毎週毎週の総量とそれほど変わらないかなというところです。またグラスノードのデータでビットコインの取引所保有残高ですね、取引所にビットコインが置かれてある数、持ってる数なんですけど、ここはこの1ヶ月で見ると徐々に上がってきてるなという数値にはなってきています。この1週間も全体に比べると減っているので、わずかな量ではあるものの、動きとしては増えてきてまして、6日の月曜日が 233万6558BTC、 12日の日曜日が 235万1258BTC ということで、ずっと下落傾向にあった取引所の保有数もやや増えてるかなというところが見られるかなと思います。はい、ざっとご説明していきましたが、大木さんの方で何かマーケット振り返ってお気づきのところとかございますでしょうか。すごくなんかね、夏相場が来たということで盛り上がっているのはすごくいいんですけど、はい、なんかこう水を差すみたいでなんですがはいはいはい。なんか、ちょっとなんかこう、肌感覚的になんですけど、はい。バブルなんじゃないかっていう。なるほど。要は、上昇相場であることは間違いないんですが、うん。結構その、短命なんじゃないかっていう。おー、なるほどね。うん、気はなんとなく、知ってますね。うんうんうん、これほんとこう、まあ、過去のパターンとか、ぐらいしか、その理由としてはないんですけど、はい、結構その、2019年末から2020年にかけて、ちょっと伸びたんですよ、ビットコインって。はいはいはい。で、コロナショックでガーンって打ちのめされて、で、2020年の後半から、本物の強気相場が始まったっていう経緯なんですけど、その結構その最初の部分に結構似てるんじゃないかなっていう、2019年、20年のこう、ちょっとした上げ相場。その頃のあれに似てるかもしれないから。そうですね。で、結構そういう声もちらほらトレーダー界隈で聞こえたり。聞こえてる。わかるわかる。気がするので。うん。うんうんうん、っていう、バブルなんじゃないか。そうね。だから、前回のブルに行った時の雰囲気よりも、まあ、毎回要因っていうのは明確に特定できないんですけれども、なんでしょうね。戦争だったりとか、そういう環境要因とかもあるし、うん、ある意味、世界各国のコロナの後遺症みたいな状況が経済に横たわってるじゃないですか。要は、あの時からおかしくなってるじゃないですか。うん、いろんなことが。要は、お金すりすぎてたみたいな話が起こったので、だからまあそんな中で今上がってるクリプト、確かにまあ僕も前に言いましたけど、なんかちょっと怖い気もするっていう。そう、言葉にするの難しいんですけど、力強さというかエネルギー不足というか、なんていうか、なんかこの薄っぺらい感じがするんですよね、今の上昇相場で。あとまだこのある意味4週間、うん、約1ヶ月ぐらいですよ、なんか夏とか言い出して、うんうん、冬が明けたと言い出して、だからまだ信じられないかもしれないよね。そうですね。
感覚的に、はい、でも言いたいことはすごい分かる。なんかもちろん全部のトークンが伸びてるわけでもないし、うんうんうん、でさっき言ったように大きな何かのショックがあればもちろん変わることだし、そうなんですよね。そうだからね、僕もぶっちゃけここら辺は、あ、これはまあ個人の見解で全然投資助言とかじゃないんですけれども、なんかすごく買うか買わないか迷ってる時期なんですよね。でどちらかといえば過去に買ってすごく下がってて組損があったアルトがここに来てこう、ただとはいえ全体的にこの4週間ぐらい盛り上がっているじゃないですか。で、あの要は含み益にちょっとなったりとかしてるのもあったりして、でそういうのをちょっと逆に整理しようかなとか思ってたりするぐらいで、僕個人としては、うん、要はこれは具体的に何というのは言わないんですけど、僕がなんとなくこの先これをに投資したいかとは思わないけれども、昔買っていてでも売っちゃうと損が出るから売れなかったやつが今戻ってきてるんですよ、買った時ぐらいに。おう、だからそういうのを整理して、逆に僕は今新しくこれ将来を感じて買いたいトークンが他にはあるので、そっちを生産してそっちを買おうかなとか思ってたりとか、なんかね、そこむしろそっちですね。なんか追加でお金突っ込むというよりは、言っても長い冬だったんで、なんかちょっと持ってきたんで、はい、これをなんかこう一回自分の中でポートフォリオを組み替えようかなとか、まあちょうど年末ってこともあるし、なんとなく、はいはいはい、税金とかも考えながらやらなきゃなーなんてことを考えてるんで、うん、なんかでもこっからずっと上がり調子だから、ね、今のうちにビットコイン買っとかなきゃっていう気持ちにはなんかならないんだよな。そうですね、むしろ俺まさにこう押し目を買うというか、押し目だよ、そう、押し目が狙ってるよね。いや、おかしい。だから、その、僕の計算上、ちょっと早すぎるんですよ。うんうんうん、個人的に。はいはいはい、はい。はお前の都合だろうっていう感じかもしれないですけど。お前の肌感だろうだけど。でもまあ、変なね、はい、まあ、あれがきっかけじゃないけど、でも、その、コインテレグラフの誤報からこの始まってよくわかんない。だから ETF、まあ、そう。ETF ですよね。イーサーもビットコインも要は、うん。ETF。で、それだけに頼ってるのはちょっと危険ですよね。まあまあ、で、まあ、戦争で失礼の逃避っていう話もあったけど。まあ、ETF なんじゃないかと思う。うん、まあ、ETF か。でも、ETF 正直ね、ETF 自体で僕らもう何年もこの話繰り返してるじゃないですか。もうなんか、村上春樹がノーベル賞取るかぐらい毎年言ってる話なんで。これ本当どうするんですかね、SEC 拒否したら。いや、もう本当になんか暴動起こりますよ、これ下手したら。うん、ねえ、もう、通ったみたいな感じになってますけど。で、これが続くと折り込んでっちゃうからね、結局通った感じのことで。ちょっとそっちも怖いよな、はい、怖いですね。まさか、ゲンすらやらかすかもしれないですね。やらかすかもしれない、本当に。いや、だからちょっとなんかそうですね、迷う時期ですね、僕も。正直言うと。ただまあ、世の中お祭り騒ぎだし、まあ Web3 のポジショントークする人たちは、まあ、とはいえ今いいよねっていう、僕もとはいえ言いますからね、今調子いいから、こういう新しいビジネスしましょうよとか、うん、新たな企業に提案とかしやすいから、まあ波に乗っかるんですけど、うん、とはいえ、なんか内心自分の資産どうどうするかってなると、なんか確かに買っといた方がいいのどうなのみたいな悩みがあったりします。ちなみに余談なんですよ、そのなんか夏だぜっつって屋形船みんなで乗って、あ、屋形船めちゃくちゃ楽しかったし嬉しかったですよ。最後にみんなで3ってピースしましょうっていう写真撮ろうってなりました。大木さん、あ、見ました写真。そう、あれみんなでさ、あれ前回ね、ね、言ってたからやらない方がいいですよってでも言えなかったやらない方がいいというか、ビットコインのようにバカにされるっていう。そうね、だ、僕は実は後ろの方でこっそり4本の指を立ててました。ワイナスCG の真似してます。 CD CG を真似して、まあそれもいいのか分からないけど、もうそれは面白いな。今年のね、今年ですもんね、うん、言い出したの彼が。そう、今年の流行語大賞ですよ、僕の中で。結構4は、あ、ね、4面白いですよね。面白い面白い、はい、ハイセンスですよ。はい、まあということで、すいません、あの雑談でしたが、いいセンスあるんだな、そういう。ちょっとね、ごめんなさい、あの数値的な意味合いではないんですけど、ただなんか僕らの周りの投資家さんの肌感としても、そういう意見も出始めてるなっていうタイミングではありますね。確かにちょっとバブってんじゃねえかみたいな。うんうんうん、皆さん、まあ、何らか、そこら辺の情報収集とか、ちょっと入念にやった方がいいのかなとは思ってます。ね、NFT も復活してきたとかいう声もあったりもしますけど、うん、もうちょっと見てみないと分かんないなって気がしますよね。うん、はい。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしております。DYDX ファウンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。DYDX に関する最新情報について DYDX 日本コミュニティ、ジャパンコミュニティがノートやツイッターで情報発信しておりますので、ぜひとも皆さん、この番組概要欄にリンク貼っておきます。フォローの方いただ
ただければと思います。それでは越智さん、何か今週お知らせございますでしょうか。そうですね、今週は DYDX チェーンのベータフェーズへの移行が大きなニュースになると思います。おお。で、DYDX チェーン10月26日立ち上がりまして、で、最初アルファフェーズで、こちら何度かお伝えしているように、DYDX チェーンのセキュリティを高めて安定させるということが目的でしたと。うん、で、先週かな、DYDX コミュニティの方で、まあ、ベータフェーズに移行しても良いと思いますかっていう、まあ、提案があり、うん、投票があり、で、うん、もうほとんど、もう 99% ぐらいのイエスという投票結果なので、ベータフェーズが、おそらくもう収録、この収録が公開される頃にはもう開始になっていると思います。おー、なるほど。あ、なんか思ったより早いですね。はい、もうちょっと時間先かと思ってたけど。そうです、ここら辺はサクサクいって、はい、で、ベータフェーズは何かというと、トレード機能の開始ですね。おー。なんで、要はトレードできるようになりますと。はいはいはい。いう感じで、DYDX の最初のベータフェーズで取引されるコインなんですが、はいはい。33銘柄ですね。おが取り扱われる予定ですね。最初は。増えましたこれ。前のバージョンより。増えてはない銘柄。なんか増えてる。減ったのかなというと。あ、同じぐらいです。そうか、そうか。同じぐらい。うんうんうん。ただ、銘柄は変わります。なるほどね。うん。一部入れ替わってるものもあると。はい、そうです、そうです。で、DYDX コミュニティのアリアさんっていう、すごい、はいはい、活発なメンバーがいるんですけど、彼がすごいわかりやすい V3 と V4 の銘柄の違いについてまとめたインフォグラフィックあるんで、概要欄に貼っときましょう。ますので、はい。はい、見ていただけたなっていう感じですね。あれですよね、エクソダスのいろんな画像を昔作っていただいたアリアさんですよね。はい、確かに。あ、そうです、そうです。そうですよね。アリアさんです。はい、おしゃれな画像。なるほど。おしゃれな取引ペア比較表っていうのを作ってくれたんで、これすごい分かりやすいと思います。はいはいはい。わあ、これめっちゃ分かりやすい。僕も今見てるんですけど、分かりやすいですね。なるほど。分かりやすいですよね。分かりやすい。特に新しく加わったのも結構あるってことか、はい、じゃあ。結構。そうですね。結構その、流行りのコインが増えた気がしてますね。そうですよね。はい、今、ざっと見たところとろ、エイプコインとか、アプトスとか、はい、うん、うん、はい。オプティミズム、OP、ね、OP とか、ペペあるんだ。ペペあるんだ。はい、ペペあります。そうですね。で、今後 DYDX は、今強いの BTC、ETH なんですけど、うんうん、今後こういうトレンディーなコインを取っていきたいんですよ。なるほどね。はい。だからもうそうなってくると、やっぱりまさに、ちょっとセックスを意識するような感じですね。あ、そうです。もう DYDX もずっとそうですね。じゃあちょっとこの放送時点ではもしかしたらもう触ってるので、あれですよね。だから一般のトレーダーもトレードできるようになるし。そうです、そうです。で、僕の理解があれだったら、DYDX チェーンにトークンを移行してる人はすでに、その、はい、じゃあ取引手数料が入ってくる、アクションが動き出すタイミングになると。そうです、そうです。楽しみです、はい。そうです。はい。じゃあ、そうですね。はい、皆さんもこのあたり、ちょっと DYDX の動きが確かに多いので、最近新しいバージョンチェーンになったので、ぜひぜひ SNS とかフォローしてみて、チェックいただければと思います。はい。続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではまずこの1週間にあった主要なニュースをヘッドラインでお伝えします。その後ピックアップして僕と大木さんで気になるものをですね、深掘りしていければと思っております。それではこの1週間にあったニュースはこちらです。ブラックロックが SEC にイーサリアム現物 ETF 申請、デラウェア州にアイシェアーズイーサリアムトラストの事業体申請も。ジャスティンさん所有の暗号資産取引所ポロニ X でハッキング、1億ドル以上流出。 FTX がバイビットとその投資部門ミラーナ及び複数の幹部を提訴、破産直前の大量出金に関して。米国のクリプトメディアザブロックの企業価値は7000万ドル、フォーサイトベンチャーズが過半数の株式を取得。コスモスハブ、アトムのインフレ率を削減に向けて投票開始。共和党のトム・エマー下院議員が SEC ゲンスラー委員長を空っぽで無能と批判。SEC の管轄範囲を定めるまで SEC が暗号資産企業に対する執行措置に資金を使用することを禁止する法案を下院が反対意見なく可決。野村ホールディングス子会社のレーザーデジタル、機関投資家向けのイーサリアムファンド、イーサリアムアダプションファンドをローンチ。米ドルステーブルコイン USDC を発行するサークルが2024年初めに IPO を検討か、ブルームバーグが報道。バイナンスがバイナンス Web3 ウォレットをリリース。アプリ統合のノンカストリアル型で日本では利用不可。カルダノベースのモジュラー型ブロックチェーン、パートナーチェーン構築用フレームワークとしてポルカドットの技術スタック、サブストレートが採用へ。韓国の SK テレコムがアプトスラボと提携、T ウォレット強化へ。
ソラナ上で稼働する DEX、ジュピターエクスチェンジが独自トークン JUP の発行及びコミュニティへのエアドロップ計画を発表。香港認可個人向け取引所ハッシュキーエクスチェンジにユニスワップ及びチェーンリンクが上場。バイナンスグローバルにミームコインオーディナルス上場。ビットコインのトークン企画 BRC20 のトークンの初の新規上場。暗号資産決済のスラッシュペイメントがイーサリアム L2 アービトラム1に対応。イギリス HSBC 金のトークン化プラットフォーム立ち上げ。新たな機関投資家向けカストディアルサービスのローンチも。オアシスがクロスチェーン決済ソリューションシンギュラリティと提携。エコシステム内でシームレスなペイメント UX の実現目指す。マジックエデンと BAYC のユガラボ、イーサリアム上で NFT マーケットプレイス、マジックエデンイーサリアムマーケットプレイスを年末に立ち上げると発表。ポリゴンラボ、総額約140億円超えの助成金プログラムを開始。韓国カカオのクレイトンが、インドネシアの運送会社 PT ペラヤランコリンドラとリアルワールドアセットトークン化推進で提携。PT 保有の船舶関連資産のトークンから着手へ。アスターネットワーク韓国プサン市のプサンブロックチェーンアライアンスの初期メンバーに採択。イミュータブルがフランス大手ゲーム会社 UPI ソフトとの提携を発表。 Web3 ゲームプラットフォーム構築へ。スイスのデジタル資産銀行セバ銀行の子会社セバ香港が香港証券先物委員会から暗号資産関連サービスの運営ライセンスを取得。ニアファンデーションがデータ可用性 DA を提供するニア DA の立ち上げを発表。ニアファンデーションとポリゴンラボが GKWASM 構築のための戦略的協業を発表。来年中にローンチ目指す。リップル社がリップルペイメントの最新版発表。続いて国内のニュースです。暗号資産の脱税防止に向け、日本を含む48カ国で取引情報を交換へ。イエイの斜め上、ビットフライヤーで IEO 予定の暗号資産、イエイのトークノミクスを解説したホワイトペーパーを公開。ノッターホテルが GMO コインで IEO 検討へ、覚書を締結。SBI ホールディングスが Web3 メタバース AI 等に出資する1000億円規模の SBI デジタルスペースファンド運用開始。マネックスクリプトバンクが不良資産化した NFT 及び NFT コントラクトの買取サービスを開始。OK コインジャパンにマスクネットワークが上場へ。取扱いは11月22日を予定。国内初の上場。アニモカブランズジャパンとサンフラン東京がクールキャッツと提携。日本アニメ市場への拡大で。OK コインジャパンがテゾスのステーキングサービス提供へ。コーポレートベーカーに。OK コインジャパンがアスターのステーキングサービスを12月に提供へ。はい、ということでいろいろニュースが今週もありましたが、そうですね、まあ、ETF のニュース先ほどもお伝えしたので、まあ、これが大きなニュースだったんですけど、まあ、ちょっと気になったのが、僕もなんかすごくクリプトメディアをやる身として気になったのが、このザブロックが企業評価が7000万ドルっていうニュース。はい。これすごいですね。はい。日本円で100億円 ?100 億円ぐらいですね。うん。で、フォーサイトベンチャーズっていうシンガポールの VC が過半数の株式を取得したと。なるほど。いうことで、まあ確かにこれ100億円って、やっぱまあ大きいっすよね。こんな大きかったんだって思ったんですけど。でかいよね。メディア企業としてはどうなんでしょう。うん。まあ、僕も大好きなメディアですけどね。ね、あの、ブロックって言えばすごくね、後発の方ですよね、メディアとしては。後発。メディアとしては。なんか読みやすさのコンパクトな記事と、あとただメディアにとどまらずちょっとメッサリー的な、リサーチとかレポートもちゃんと出すみたいな。リサーチとかもね。そうですね、確かに。あと、ポッドキャストもやってますもんね。やってる。そうなんですよ。そう。で、すごくいいメディアで、まあ今もいいメディアだと思いますが、うん、去年あれですよね、ブロックといえば CEO が辞任したっていう件があって、ありましたね。例の FTX のアラメダから、なんかローン、融資されてたのになんか黙ってたみたいな。そう、なんかね。で、その前の CEO には僕一回会ってるんですよ。マイク・デューダスっていう、そのファウンダーかなと思ったら。彼は今、ファウンダーですね。ね、あの、彼は悪くないです。で、その後変わった人がそういうことやってたんだよね。そうです。はい。で、結構確かにブロックって FTX、まあ、推しとまでは言えないけど、結構ニュース解説だっていうのも、ね、今思えばあったし。確かにね。で、あんだけこう、すごく質のいいジャーナリスティックなメディアっていう印象が一気に崩れたんですけど。そうね。まあまあ、そっから立て直したのかな。立て直したっていうことで、まあ、今回、うん、まあ、100億円近くの企業価値がついてるということですよね。うん。
はい、でなんか今の CEO のラリー・サーマックだったっけな、はいはいはい、けどなんか彼によるとアジアと中東を強化していくっていうことらしいですよ。なるほど、じゃあ日本もできるかもしれないね、はい、ザ・ブロック・ジャパンみたいな、もしかしたら。そうっす、ないっすもんね。ないです、ないです。そういう、あれこれまた激化しちゃうじゃないですか、メディアが。そうですね、だって今さ日本がちょっと熱い感あるじゃないですか、うん、でビーンクリフトも最近入ってきたんですよね。あ、そう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 、入ってきましたね。なるほど。しかもなんかビーンクリフトちょっと余談ですけど、結構 SEO 強くないですか。強いかもしれない。なんかそんな印象はあります僕も。そうですよね。結構見かけますね、記事。うん、見かける見かける。入ってきたばっかりなのに。うんうん、確かに確かに。なるほど。アジアと中東、いやいいですね。でもやっぱりまあクリプトメディアってそれなりに評価額つくんだなっていうのは改めて思いましたし。そうですね。ちなみにコインデスクはこれ報道なんですけど、1億2500万ドルで買収っていうこのウォールストリートジャーナルの報道が今年の最初の方にありましたね。はい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 、いわゆるデジタルカレンシーグループでこの FTX のあれを受けてっていうことで、ね、なんでまあそれよりは安いですけど、まあでもザブロックもコインデスクもちょっとそのメディア以外のところもちゃんとやってるっていうのも強さかもしれないですね。まあそうっすよね。そのデータもちゃんと引っ張ってるし、うん、コインデスクに関してはね大きなイベントもあるしみたいな。いやーそうか、ザブロック変わってくるっていうのはまたライバルでもあるんですよ。楽しみではありますね。なんかですよね。なんかね、うん、悪いニュースが昨年ありましたけど、すごい立て直してきて、やっぱメディアの質はすごい高いと思うので、ブロックは。いや高いですよ。頑張ってほしいなと思う。はい。じゃあ続いてこのコスモスハブの話、アトムのインフレ率削減に向けて投票開始というのがありましたけど、はい、これはまあ DYDX もはじめコスモスのバリデータ選びってどうやるのっていう質問が結構最近多いので、これ一つのいい例なんじゃないかなということで挙げたっていうのもあるんですけど、あのアトムのインフレ率を削減して、まあ、上限 10% にするっていう話なんですけど、はいはいはい、まあ、そもそもなんでこのインフレっていうのがあるかっていうと、そのアトムのステーキングを促進したいんですよね、コミュニティとしては、うん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 、でステーキングを促進する、すなわち多くの人にステーキングして、それがこう3分の2以上になってほしいと、セキュリティの向上のために、はいはいはい、で3分の2を下回るとインフレするようになっていくっていうことで、まあそういう仕組みなんですね、うんうん、で今アトムは 65% ぐらいのステーキング率で、うん、まあ供給量の全体の 65% ぐらいがステーキングされていて、まだ3分の2に達していないと。なるほどなるほど。なのでまあインフレがちょっとずつ起きてて、今は確か 14% ちょっとぐらいのインフレ率なんですね。で今回の提案はこれを最大 10% に削減しましょうと。でまあなぜかというと、そもそもインフレってまあ価格にとって悪影響だよねと。高いインフレが続くっていうのは価格にとって良くないじゃないですか。はいはい。あのどんどん価値が希釈されていくので良くないと。でもう一つその研究結果としてあるのが、その他のコスモス系のチェーンで仮にインフレ率が低かったとしても、ステーキングの割合ってまあ大体 50% とか 60% とかであんま変わんないんですよ。ああなるほどね。そうだから高インフレ維持させてもステーキングのインセンティブが別に上がるってわけじゃないから、うん、じゃないかみたいな研究があって、うんうんうん、あのまあだからインフレ率を下げましょうという話ですと、うんうん、なるほどなるほど。でここまで聞くと、まあ、別にネットワークのそれね、アトム価格上がるのみんな嬉しいでしょうし、そうね、で別にセキュリティ向上のために研究結果としてはインフレ率下げても問題ないじゃんっていうことなんで、うん、まあいい提案というんですかね、コミュニティ的には結構納得できる提案に見えるんですよ、うんうんうん、そうけどバリデーターって短期的にはあのこれの提案でこう損をしてしまうというふうに考えるバリデータもいて、ほうでそこで要はその苦しいのがバリデータって当然事業でやってるので、うん、あのバリデータに対する支払いは減ることになるので、ステーキングとかの報酬ですねが減ることになるので、なるほど、ネットワーク全体にとってはいいけどバリデータの自分たちの利益のためには良くないみたいな、この構造が生まれちゃってるんですよね、うんうんうん、今この提案で。で、けど、バリデータって本当は、ネットワークのことを考えて動かないといけないんですよ。で、自分のことというより、ネットワークのことを考えて動くのが、善だよねってされていて、うん、で、すなわち、この投票がある意味、踏み絵みたいになっていて、これでノーって言ったバリデータは、コミュニティのことを考えてないよねっていうレッテルが貼られ始めてますと。ほうほうほう。で、それが何なのというと、まあ、DYDX チェーンとかもそうなんですけど、まあ、バリデータ探し、すなわち、ステーキングをどこにするか問題っ
って結構ある話で、うんうん、で当然みんな最初目が行くのは APR とか経済的なインセンティブ、利回りですよね、うん、でそれはそれでいいんですけど、そのもう一つこうやってこうネットワーク全体に貢献してる、もしくはしようとしてるあのバリデーターってどこなんだろうっていう見方が大事ですと。なるほど。で今回のこの投票からそれが結構見えるんじゃないかなって。ああ、なるほどね。で仮にノーにするにしてもその理由を述べないといけないっていう。なるほど。まあそのじゃあその行動がネットワークに対してどういうふうに観点からいいと思ってるのか、自分たちが苦しいですとかじゃなくて、いや、コスモス全体としてはこっちがいいじゃんみたいな。ある程度ロジカルな別の理論なりを持ってきて、いややっぱりこっちの方がいいみたいなことが言えないと、はい、先々のこと考えてねえじゃんお前らみたいに、ね、なっちゃうと。そうですそうです。でそうですそうです。そうすると、はい、結局預けてくれなくなると、そのバリデータに、まあ、人気がなくなっちゃうってことですよね。でもそうなると厳しいよねっていう。だから意外となんかうまく働いてるよねっていう、デリゲートの仕組みが働いてるみたいな話ですね。もしそれがちゃんと踏み絵として機能するなら。そうなんですよ。でとはいっても、まあ、結構有力者同士ではそういうふうにツイッターで出てるバリみたいなのがされ始めてるんですけど。うん、なるほど。ただ、まあ、実際のトークンホルダー、トークン保有者にどこまでこの意義というかが伝わるかですよね。ああ、まあね、うん。トークンホルダーとしては、リーデリゲーションって言って再委任みたいなのも、要するにバリデータを変えることとかもできるんで、はいはい。まあ、例えばそういうのを、じゃあこれを見てする人がどんだけいるのかっていう話とか、そこら辺なんですよね。そこら辺のこう、エデュケーションっていうことには最終的になっちゃうんですけど。なるほど。ただ面白いのは、こういうバリデータ選びで、経済的インセンティブ以外の観点が話題になってるっていうのは、ステーキングをめぐる、なんか皆さんの問題意識として、まあ、持っとくといいんじゃないかなとは思いますね。これ面白いですね。だからまあ、今現在、なうこれ、投票中ってことですよね。投票中です。はい、投票中で結構長く、投票期間長くて、11月25日までなんですよね。うん、なるほど、はい。で、それこそ、その最初、ノーって投じた SG っていうのがあるんですけど、はいはいはい。これが、ノー投票から、確かアブステインかな、危険に回って、コミュニティが割れてるから、しますみたいな感じで、それはそれでどうなのかなと思うんですけど、ただ結構そのバリデーターの中でもクセ者が多いので、うんうんうん、要は本当自分たちの利益だけしか考えてないバリデーター、まあ、ビジネス目的でやってるバリデーターなのか、まあ、コスモス、ハブ、アトムの将来のことを考えて動いてるバリデーターなのかっていうのはすごい見極める上で重要ですね。なるほど。なのである意味、ここの投票でそれが炙り出されてるっていう。なるほど。ことです。だからそうですよね。バリデータとして、これ、すごくシンプルに言うと、インフレ率を下げるってことは、つまり、報酬が下がるってことだよね。そうです、そうです、そうです。だから、はい、結局、バリデータが稼げるはずの APY が下がるってことだよね。はい。そうです。APR 下がります。はい。だから、まあ、ある意味、毎月こんぐらい取れてたのにが減るよね、と、なると。そうです、そうです。ただ、それを、じゃあ今までのままやってると、どんどんインフレしていくから、そもそも将来的なアトムの価値は下がっていくんじゃないかって懸念があり、みたいな。ありがとうございます。かつ、インフレ率、別に高くしても、うん、その理論上はインフレ率高くすれば、ステーキングする人が増えるっていう、理論だったんですけど、別にそうでもないと。なるほど、なるほど。結果的にそんな見てねえ、みたいな話。なかったっていう。はい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 。なるほどね、はい。まあ、そもそもこの設計って、だからその、ステーキングさせるための設計なんですよね、はい。インフレするようにしてるんですよね。でも、あんまり機能してないってことですよね、それが。そうです。他のチェーンと比較して。いや、これ、ここら辺が面白いね、やっぱり。そうなんですよ。で、やっぱりこう、ちょっとまあ、繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、うん、バリデータ選びって、こう、うん、やっぱり夢を託すというか、バリデータに。やっぱ、まあ、なんでその、そもそもそのトークンを持ってるかっていうと、そのトークン、まあ、スペキュレーションとか置いといて、そのトークンの将来価値にコミットする人がいいわけじゃないですか。そうね。自分がそのトークンを持つ理由は、その将来性を感じてるからじゃないですか。はいはい。で、それをこう、まあ、代弁してくるというか、それの同志たちを探さないといけないんですよ、バリデータとしての。そういったのが、こう、なぜ重要なのかが分かる投票っていう感じですね。これちょっと、結果どうなるかも含め気になりますね、やっぱり。ちょっとまた。これ、はい。うん、25日だっけ、そのあたりに。なんか出ると思うので。そうなんですよね。今賛成が、今の収録時点で賛成が上回ってるんですけど、まあ最初反対が上回ってて、はい、で、けど、うん、例の、ね、危険したから。ビビっちゃって逃げて、で、結構、その、だから評判としては良くないですよね、この SG っていうのは。と思うんですけど
な、僕は。まあ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 。まあいろんな捉え方あるから、いろんな意見が出てるのかもしれないですけどね。そう。まあただ、結構まあ、コミュニティを二分するような、投票である。うん、かつ、バリデーターに色付けがされちゃう投票だと思います。うんうんうん。なるほどね。それがちょっと面白さってことね。そう、そこ面白さです。なるほど。で、こうちゃんとメモっといたらいいですね。どこがどうしたっていうの。そうです、そうです。あの、まあ、バリデーターとして DYDX チェーンとか他のコスモスチェーンに参加するバリデーターも多いので。そうか、そうか。そういうことで、大木さんもちょっと注視してるというか、気になるとこですよね。確かに。気になりますね、これは。うん、なるほどね。で、続いてちょっと国内のニュースもいくつか取り上げていきたいんですけど、結構国内もいろんなニュースがあったかなと。で、一つはまあ国内というかグローバルでの話なんですけど、はい、いわゆる日本を含む48カ国で暗号資産の取引におけるまあ脱税を防ぐために情報交換しようみたいなことが、で、日本がそれも参加するってことが発表されたってことですよね。そうですね。うん。だから日本含めアメリカ、イギリス、シンガポール、オーストラリア、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、メキシコ、オランダ、ノルウェー、南アフリカ、スペイン、ケイマン諸島やその他の様々な国地域がこの枠組みに署名したと、日本も含め。そうなんですよね。なんで日本にいながら海外取引所を使って、まあ、税務申告をしないリスクが高くなるということですよね。なるほど、なるほど。だから今まではまず、だからこれも歴史的な経緯からちょっと振り返ると、うんうんうん、そもそもその暗号資産の取引情報っていうのは国内外限らず、確か僕の記憶だと、昔は税務署に情報が行ってなかった期間もあったんですよね。うんうんうん、で、ただ日本は何年か前にそこら辺のルールができて、まず国内のライセンスを持った取引所への取引データは全部税務署に行きますよと、まあ、紹介できるようになりますよっていうのが日本は始まってると。だからまあそれを見てすごく利益が出てるのに、あれこの人納税してないじゃんみたいなことを、でもちろん納税するのが正しいのでそれは叱るべきなんですけど、そういうような仕組みになってたと。で、ただ多分日本の税務署はこれまで海外の取引所情報は引っ張れなかったってことですよね。うん、そもそも認可もしてないような問題もあるし。そうですよね。うん。で、これができることで、はい、その海外取引所が拠点を構える国と日本国がここに署名してて、うん、で署名していれば、まあ日本の税務当局にその取引所の日本人情報が伝わるっていうことですよね。なるほど。うんうん、はい。まあなんで国際的なクリプト脱税防止に向けた動きっていうのはどんどんなんか大きくなるっていうような話が聞いてるので、結構大きなニュースなんじゃないかなっていう。そうですね。結構やっぱり、まあ、どんくらいいるか知らないですけど、日本にいながら海外の取引所を使っている人たちって多いと思うんですよ。うん。実質はそうだと思いますね。まあ現状どんどんと使えなくなってきてたりもしますけど、とはいえ新しいとこもどんどん出てきてるし。そうなんですよね。PR の力を弱めないですよね。その新たな、はい、海外取引所は。うん。弱めないですね、はい。SNS 見ててもめっちゃやっぱり来るもんね。し、なんか Facebook とか、インスタとかにも広告普通に出てるからね。そうなんですよね。そうなんですよね、はい。で、取引量が多いトレーダーほど、結構使うと思うので、日本以外の取引所。そうですね。まあけど、そういうトレーダーからしたら怖いニュースですよね。そう、海外取引所を使いながら別にちゃんと税務申告してる人はいいんですけど、はいはい。そういうのをしない人もいると思うので。うん、よくね、よく、もちろん推奨しないし良くないですけど、うん、まあ噂では聞いたことありますからね、やっぱり。そういうようなスタンスの方の話は聞いたことはなくはないので、うん、極めて危険だし、ね、なんか、この間村上さんに出ていただいた回でも言ってましたけど、とはいえ、仮にそういうことで今までなんかその逃れてるような人がいたとしても出口入り口のとこでバレちゃうみたいなことがもう少なくとも日本に関してはそうなってるわけですよね、うん、その要はどっかで日本円に変えるときにそこは多分税務署に筒抜けのところなはずだよねと、真っ当なルートで変えると、うんうん、多分そこでいくらやってもまあじゃあ日本のコインチェックに最後送ってそこで円に変えた時点で多分分かっちゃうよねと。はい。そうですね。で、それをしないとなるとちょっとまあ踏み込んだ話になるんですけど、もう相対取引みたいな話になってきてるんですけど、うんうん、でそれは結構ハイリスクだなとは思っていて、なんか過去にそういうのに巻き込まれ
われた事件もあっただろうなと、そういうふうに報じられてなかったけど、過去に大阪の方でなんか大量な現金を持った人がなんかこう事件に巻き込まれたのか、はい、推測するにあれは、うんうんうん、多分要はそういうふうにしたらバレるから相対、はい、でクリプトを交換しようと思って現金を持ってやったんだと。でもやっぱりそういうのもそういう危険性はらむじゃないですか。そうですね。いや相対の人が捕まっちゃったらね、そう自分の情報もバレちゃいますよね。そうなんですよ。でそっからウォレットバレちゃうし、うん、で僕の知り合いの人がそれこそリファイとか触りまくってる人で、なんかチラッと聞いたのがやっぱりその税務署の人来たみたいなんですよ。でその方はちゃんとやってたので問題なかったんですけど、やっぱ相当詳しくその時にチェックもされたし、うんうん、でやっぱり相当その知見もあるらしいですね、もう先方にも、うんうん、まあやっぱりそういうのを重ねていくことで向こうも分かってくるので、だからなんか一部そのクリプトだとそういうの聞いたことはありますけど、やっぱり改めて皆さん気をつけた方がいいかなっていうところですよね。てかちゃんと納税しましょうっていう話なのかなっていう、うん、そうですよね、うん、そうなんですよ。そうなんで、ね、これが本当に、まあ、2027年から開始ってなってますけど、あそういうことか、はい、まだ開始じゃないんだねこれ。まだ開始じゃない、まあ、ただこれが、はい、この開始する頃には日本の例えば税金分離課税とか今話ありますけど、はい、それが成立してないと、うん、日本から出てくる人が増える可能性もありますよ、ね、あるある、そっちのリスクもあるのよ本当に。ありますよね、うんうん、日本人じゃなくなると納税を、うんはい、なるほど、ね、なんでもちろんこれはこれで進むんだろうなと思うんですけど、うんね、最大 55% のままだと。いやーだからそこはね、払いたくないと思う人は日本から出てっちゃうっていう、その要は、うん、その時に払う税金の、要はとにかく儲けてる人に関してですけど、払う税金の金額と移住する面倒さが明らかにこう、うん、釣り合わないってことですよね。そうか、それだったら移住しちゃえっていうモチベーションが働くような設計の税率だと思う、うん、まあ過去に紹介しましたけど、やっぱ日本突出して高かったので、うん、そうだからやっぱこういう国際的な枠組みをやるのは素晴らしいと思うんですが、うん、一方で国内のね、そう税制改正もしていただきたいですね。いただきたい、本当にそうです、うん、思いますね、うん、切にそこは願うところですね。そうなんですよ。そうか、だからこれはあれか、 G20 の要請を受けて OECD が開発した、うんはいはいはい、国際基準ということで暗号資産報告フレームワークと名付けられてるんですね、うんうん、上告が2027年から始まるってことだけど、でも確かあれですよね、村上先生言ってたのは7年かな、振り返れるのが。ほうほうほう、言ってましたね。ね、だから別に今は大丈夫、2027年じゃないから大丈夫だってことではないですよね。あ、2027年に振り返ってってことになるので、はいはいはい、皆さんこのあたり、ね、まあ、ちょっとそろそろね、年末も迫ってきたんでね、で来年1月2月は皆さんバタバタすると思うので、改めてちょっとこういうのから、でも確かにその両方なんとかなってほしいですよね。で一部のデータとかアンケートによると、いわゆる税率下げた方が結局払う人が、そう移住じゃなくて払う人が増えるみたいな調査もあったりしますからね、うん、まあ僕らとしてはそれを願いたいし、うん、なっていう感じです。そうですよね。だって各国と連携するのはいいですけど、うん、まあそしたら本当に各国より日本がやっぱ高いのは事実なんで。事実ですよね、うんうん、そこも連携してほしいですよね。どうせならそこも連携しないと、どんどんまたね、海外移住する人が増えちゃうんじゃないかなと思いますけども。はい。皆さん気をつけましょう、このあたりは。気をつけましょうというか、納税しましょうっていうところですね、ちゃんと。はい。で、あとはですね、この1週間で、やっぱり国内の IEO が結構また話題になる大きな2つのニュースがありまして、一つがイエイ、まあ、SNS サービスですね、イエイを運営する斜め上が1年ぐらい前かな、ビットフライヤーさんで IO するよっていう契約締結してたんですけど、それの AI トークンのトークノミクスを解説したホワイトペーパーを公開しましたと。でこれ結構僕がネットで見てる感じだと非常に評判がいいし、実は僕も取材この発表の時にしてですね、あとメディアブリーフィングとかでも石山さんと、うん、代表の石山さんとも話したんですけど、まあ個人的にも、あ、これよくできてんな、みたいな。なんかホワイトペーパー読んで、おー、なるほど、みたいなことを感じたホワイトペーパーだったんですよね。うん、で、実際公開されたバージョンが 2.2 ホワイトペーパー。うん、初公開が 2.2 で、石山さんになんで 2.2 なんですかって聞いたら、いや、だからこの前にも実は1から何だか作ってて、もう何バージョン目かなんですよ、みたいな。で、やっと公開できるレベルになったんで出しました、みたいな話で、まあかなり練り込まれているな、というのもありましたし、
で、まあ、詳しいトークンの詳細。まあ、実は、イエイっていうトークン、ガバナンストークンと、で、もう一個違う種類の、いわゆるアプリ内で使えるトークンを二つまず出すんですよね。エンプルっていうユーティリティトークンと、で、これはアービトラムで出して、さっき言ったイエイっていうガバナンストークンは、イーサリアム上で発行するっていう感じです。で、さらに、NFT も二つ出して、今のが、いわゆる FT なんですけれども、いわゆるジェネシス NFT っていうやつと、で、あと、実際この実は SNS の中で、まあちょっとミニゲームみたいなのをすることでトークンが稼げるみたいな設計になってるんですけど、そのゲームカード的になる、いわゆるこうなんでしょうね、自分のデジタルペットを戦わせるみたいな形があるんですけど、うん、そのペットのそれぞれの絵柄が入ったパルっていう NFT がありますと。だから2つの FT と2種類の NFT をうまくこう掛け合わせて、サステナブルなトークンエコノミーが結構描けている感じになってます。うん、で、うん、まあ、イエイっていうのはもうざっくり言うとツイッターみたいなものと、あとディスコードっぽいちょっとこうなんでしょうね。みんながゲームしながらやるようなコミュニティがあったりするような SNS サービスなんですけれども、まあ、現状で800万人ぐらいユーザーがいるっていうところがあるので、で、ここら辺にいきなりトークエコノミクスを盛り込むということで、石山さんもかなり考えたそうで、今のですね、2つの FT、2つの NFT がどう絡んで、経済圏を形成するかはですね、僕が今ここで説明するよりもですね、石山さんに実は僕新しい経済の方でインタビューしたんですよ。1時間ぐらいこれについてポッドキャストで語っていただいてるので、僕が今下手に説明するよりそれ多分それ聞いてもらった方がいいかなと思うので、詳しくはちょっとリンク貼っとくんです。新しい経済の石山さんのインタビューをぜひ聞いていただきたいですけど、ちょっと僕それもちょっと感動したぐらい、おお、これはよく考えてるなという内容で、うまくこう、なんでしょうね、値段をいかに維持するかみたいなことを考えられた。うん、だから石山さんもやっぱクリプトめちゃくちゃ詳しいので、そういう人が作ったものだなと思います。だからこのホワイトペーパーは正直読む価値ある。まあ全部読む価値ないホワイトペーパーはないかもしれないですけど、なんかホワイトペーパーっていう言葉で言うといろいろゲームのとこもあるから、なんかもうこれ紹介じゃんみたいなものも多かったりしますけど、これはね、ちょっとクリプト好きな人ならワクワクするようなトリガーがあるので、ぜひそのホワイトペーパーと合わせてですね、ポッドキャスト聞いていただいて詳しく見ていただければと思うのと、うん、あとポイントとしてこれ面白いのが、結局イエイ自体は今別に普通に SNS として運用できていて、ビジネスが回ってるんですよね。はい。だからつまり他のちょっとこういうものと違うのは、この資金調達を IO でした上でそれで商売しますじゃなくて、すでにもう広告モデルでこのイエイって動いていると。うん。だから基本的にはこのいわゆる IO から始まるトークンエコノミーの中の収益はほとんどユーザーに還元するみたいなモデルになってるんですよ。うん、うん。で、なんならイエイでより儲かったら、その IO して人が入ってくることで、さらにまあイエイが SNS として強くなる。で、そうすると広告がまた入ってくるので、うん、はいはい、広告単価が売り上げが上げれるってことになれば、その一部を使ってさらにイエイを盛り上げるために使うと、まあ、実際トークン買ったりするみたいなことができるっていうところも、国内の IO 今までいろいろありましたけど、なかなかこうがっちりプラットフォームが動いててそういう感じにするっていうのもそんな多くはなかったと思うので、そういう点でもね、非常に楽しみだな。確かにそうですね。なんかこう確かにすでにビジネスとして成り立ってるプロジェクトが IO でこうやるっていうのは結構新しいパターンかもしれない、ね、新しいパターンかもしれないですし、まあね、とにかく詳しくはちょっとリンク先の新しい経済でぜひ聞いていただければと思います。はい。で、もう一個がノッターホテルが GMO コインで IO 検討というニュースもありました。これが実はそのイエイが発表した前日にニュースになっていて、これはホワイトペーパーというよりは、うん、IO による資金調達に向けた新規暗号資産の販売検討に関する覚書を GMO コインと締結したということなんで、逆に言えばイエイが1年前ぐらいにやってたことなので、まだ先になるかもしれないですけれども、うん、おそらくこれがいつも覚書の発表があれば、まあ先々は IO するってことが今まで多いので、うん、このまま進むんじゃないかなと思ってはいます。ただ時期としては先かもしんないですねっていう形です。で、うんうん、実際この乗ったホテルは IO で不動産を裏付けとするリアルワールドアセットトークン。
って彼ら言ってるんですけど、NAC ってやつです。ノットアホテルコインっていうのを発行するということを言っていて、さらに、その自社施設や開発の土地を保有運用するプロジェクト、ノットアホテル DAO っていうのもスタートする構想があるってことですね。うん、で、この DAO っていうのも一応株式会社で設立するんですけど、法整備が整えば自立分散型組織にすることが検討されてるということです。で、要はこのノットアホテル DAO では、その NAC、NAC っていうのかな、ノットアホテルコインなので NAC って読むのかもしれないですけど、NAC の発行によって IEO で調達した資金で、ノットアホテルの所有権や新規開発するための土地を購入すると。だから DAO というか乗ったホテル側はみんなから集めたお金で。で、それらを裏付けね、そのような資産、まあ実際なんか土地とか不動産ですよね。おしゃれな。それを裏付けとして、いわゆる安定した資産価値の形成を目指すというふうに言ってると。で、さらにそのトークン持ってる人は、ステーキングをアプリですることで乗ったホテルへ宿泊できる権利があるみたいなユーティリティみたいなのを考えてたり、というようなことがありますと。で、まあ要は乗ったホテルをみんなで所有してみんなで利用できる仕組みにしようよっていうを目指すということで、はい、まあ今は結構乗ったホテルさんって NFT を買ってそれで1年に1回泊まれるみたいな仕組みじゃないですか、ざっくり言うと。でもその NFT も結構100万とかそのぐらいするから、まあ一般の人には手が出なかったのかなと思うんですよね、多くの方には。だからそこら辺がもうちょっとその小口化するようなイメージに近かったりするのかなと思ってるので。おー、なるほどですね。うん。もうちょっとカジュアルになんかいけるようになったりするのかもしれないですし。うん。で、まあ、その詳細のそのさっき言ったホワイトペーパーとかまあ出てない段階では何とも評価はしがたいんですけど。まあでも、いわゆる NFT においては結構成功例として語られることの多い乗ったホテルさんの、まあ今度は FT の取り組みなんで、これもなんかちょっと個人的には楽しみだなって思ってるって感じですね。楽しみですね。なんかけどこのホテルをみんなで管理とか不動産をみんなで管理するって、はい、結構 NFT のユースケースとして成功してるっていうのは聞いたことがあるので、はいはいはい、その流れってどんどん続いていくのかもしれないですね。そうですよね。なんか海外とかで時々聞きますよね、そういう不動産みたいなことかね、うん。うん。そうそうそう。だからこれが多分みんなで運用益を得るみたいになってると、今度はセキュリティートークンになってくると思うんですよね。あるじゃないですか、不動産の分割所有して。うん、で、これ別に僕に限らず今でも、はいはい、利回り君みたいな、サービスありますけど、うん、まだまだそれとは違う、あくまでちょっとこう、ユーティリティとして使えるみたいなことになっていくのかなと思うんですけど、うんうんうん、まあどうなんでしょうね。ちょっと楽しみだし。まあ、こっちのグローバル展開とかもあんのかどうなのかっていうのはちょっと気になるところですよね。うん、でもああいう乗ったホテルのホテルなんかすごい海外でも動きが良さそうですからね。そうですね。そう。で、なんか乗ったホテルの人に会ったらぜひぜひ取材とか来てくださいよとこの間言われたんで。今度エクソダスの収録を乗ったホテルでやるとかって相談してみようかな。やりたいですね。やりたいですよね。サウナ付きのね。はい。うん、まあ、あとは IEO っていう手段なんですかね。これは先ほどのイエイもそうですけど。はい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 。そう、ね。ここら辺 IEO の整理というか全然個人違いできてないんですけど。うん。みんな IEO に向かう。まあ日本で、まあその前のは IEO ですよね。日本法人だと。うん。日本法人だと。で、海外法人を立てて、海外取引所に先に上場しちゃうっていうのを選択するプロジェクトもありますよね。そう。まあ、オアシス、アスターパターンでしょうかね、うん、そっちね。どっちかといえば、海外、シンガポール法人とかドバイ法人作って、で、日本逆輸入パターンと、日本からスタート IO パターンが、今、IO パターンありますね。日本の企業にはあるっていう選択肢として。うん、なんかね、その IO 始まって、すぐに暴落っていうケースも何回か見たこともある。何回かあるよ。うん、でもその後になんか異常に爆上げとかも見たことあるけどね。異常に爆上げありますね。うん、ここら辺が、なんかね、まあ、個人的に整理できないんですけど、うん、まあそうか、みんな IEO やっぱしたいんだなっていうのはわかるんですが。まあ、ね、国内か、要は海外法人作ってパッと動けないような企業とか、で、先々は僕上場企業とかだと思うんですよね。うん。IEO がやりやすいのは。うんうんうん。なので、まあ そうですね、そういうところ向けには、一個の手段としてはあるんだろうなと思うんですけど、どうしてもまあ僕ら確かにおじさんがなんとなく整理できてないっていうのも分かって、なんかグローバルでそれこそバイナンスローンチパッドなりコインリストなりでいわゆる IEO しましたっていう IEO とちょっと毛色は違う、うん、要は世界に一気に売る IEO があるじゃないですか、片や。そうですね。で、このドメスティック IEO もあるから、うん、ちょっとなんか整理できてないし、どっちがいいんだろうなと
の思いもあったりもするのはわかるかもしれない。そうなんですよね。ただ各取引所さん非常に積極的になってるのは間違いなくて、それこそバイナンスさんなんかもね、そういうようなこと言ってましたし、うん、やっぱバイナンスさんってあれ IEO のことなんですよね、言ってるのは。だと思いますけどね、うん、そうです。日本のプロジェクトを発掘してまずはバイナンスジャパンで出して世界へって話ですもんね、うん、単純ないきなりリスティングっていうのはなさそうだよね。そしたらもう世界にあるものってことだもんね。だからバイナンスさんはそれを、ね、ただ確かに IO って言葉はあんま言わないんですよね、うん、そうなんですよね、うん、まあちょっとバイナンスウォッチャーの僕らからするとバイナンスウォッチャーからIO ってないようなね、確かにその言葉使ってないですよ。あ、そうか、なるほどね。いやだからこれは迷うとこだと思いますよ、正直。過去に IO した方とかに聞いたり、今回石山さんに聞いてもやっぱりそこら辺もいろいろ悩んだって言ってました、うん、だからその、うん、アスターオアシスモデルももちろん視野に入ってたと思うし、うん、まあいろいろ考えてのそういうそっちの戦略だってことなんだと思うんですけど、もともとね、うん、ドメスティックなサービスについてはもグローバルって選択肢はないのかもしれないけど、日本しかサービスがないものみたいなもの、うん、でも斜め上なんかは海外でもユーザーが一部いるみたいなんで、ああ、うん、そうなんですね。そう、そうやって考えるといろいろ検討の一個であったとは言ってたし、そもそももちろん海外上場じゃあしないってわけじゃなくて、そこも視野に入れてるっぽかったので、先々、うん、さ、これを先々ですけど代用語だと思うんですけど。なるほどですね。ちなみに結構その、まあ、DYDX にもこういったまあ、名前はもちろん出せないですけど、うん、プロジェクトから問い合わせっていうのはありますね。ほう、うん、新しいやつですか。そうか、そうです、そうです。日本初のプロジェクトさんからトークンの流動性を上げたいっていうことで、うんうんうん、DYDX に上場できないかって話なんですけど、まあご存知、別に DYDX ファンデーションが上場を管理してるわけじゃないですし、まあそうだね、まあコミュニティが決めるっていう感じで、うんうん、で今後あるパターンとしてはそのパミッションレスマーケットっていう、まあ何回か話、はい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 、一定の条件が整えれば、まあ誰でもどのプロジェクトでもトークンを上げられるっていうのが整備されていくと思うので、うんうん、国内 IO がまあ入り口としても、まあその後海外やそういったこう、まあデックスみたいなのもこう総合的にやっていくっていう感じになるんですかね。なんかなりそうですよね。うん、そういう感じにはなっていくじゃないかな。グローバルシェアのプロジェクトはまさにそうなっていくんじゃないかなっていう気がしますよね、うん、そうですよね、うん、ちょっとね、だからやっぱ国内法とグローバルと、あと国によっては規制もあったりするからややこしいんですよね、そのあたりがね。はい。まあでもそこら辺が DYDX さんの存在が、まあ日本に限らずいろんな国のこういうこれからトークン出すっていうプロジェクトにどう左右してくるかっていうのはちょっと確かに面白いところであるかもしれない、うん、そうなんですよね。結構そういった存在って国内の IEO に影響を与えるかもしれないなって思ったり、うん、しますね。それはちょっと楽しみかも。その名の通りパミッションレスマーケットなんで、はいはいはい、はい、別にファウンデーションもトレーディング社もどこも、まあまあコミュニティのガバナンス投票ってなりますけど、うんうん、一つのエンティティから許可を得てやるっていう、一つの取引所から許可を得てやるっていう話じゃなくなるんで、そうだよね。でもさ、で今もさ、まあ言っちゃえばさ、DEX でさ流動性作って自分たちで IDO とか言ったりしますけど、上場はできるわけじゃないですか、はいはいはい、そうですね。ただなんかそれとはちょっとまた違う趣もあるというか、 DYDX がやると、そうですね、まあ、流動性がそもそも違うと思うんですよ。そのそうそう、そもそも持ってる、そうそう、そこなんですよ。はい。あとエコシステム内にいるマーケットメーカーの数とかですかね。そう。だから、まあ、ある意味大手 DEX 上場みたいな話じゃないですか。DEX 界で言うと。ね。だからそれがパーミッションレスにできるっていうのはなんかどんな、うんうん、メリットがあるのか。ちょっとまたそこら辺も聞いてみたいですね。うん。またその始まったらね。ですね。はい。うん、今回もお聞きいただきましてありがとうございます。毎週水曜日に配信してます通常回、今回はエピソードと続くエピソード37回目なんですけれども、この通常エピソードでは皆さんにリスナー証明書のポープを無料で配信しております。この番組の放送後ですね、 DYDX ジャパンコミュニティ、日本コミュニティの公式ツイッターがツイートする専用フォームに皆さんのイーサーアドレスとディスコード ID、 そしてこれから大木さんが言う秘密のキーワード、言葉をですね、記入いただくと漏れなく皆さんにリスナー証明書のポープが送信される仕組みになっておりますので、よろしければ皆さんぜひぜひゲットしていただければと思います。それでは内さん、今週のキーワード何にしましょうか。はい、今週はイエイにしましょう。お、イエイにしましょうか。ホワイトペーパーを公開した YAY ですね、はい、YAY で英語で YAY と書いて、はい、はい、皆さんお申し込みいただければと思います。
はい、はい、そしてこの番組では皆さんの感想やリクエストなど随時募集しております。 X、旧 Twitter でハッシュタグでエクサダスしよう、エクサダスカタカナしようひらがなです。このハッシュタグをつけてポストいただくか、僕か大木さん宛に DM なのでご連絡いただいても構いません。ぜひ皆さんのですね、感想ですとか、もしくはリクエストのですね、積極的にいただければと思います。まあありがたいことで、ちょっと僕もここ 1,2 週間ずっとカンファレンス登壇があったんですけど、行くところ行くところでエクサダス聞いてますと言っていただけます ね。めちゃくちゃ聞いていただいてるなと感じておりますので、ぜひ皆さんその言葉をですねポストもいただけると嬉しいなと思ってますし、こういう人ゲストに呼んでほしいとかね、リクエストなんかもいただければ嬉しいなと思っております。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。でまたこの番組は通常回、このエピソードとついた通常回に加えてエクストラ感も配信しておりますので、ぜひぜひ聞いてない回があるという方はですね、結構古くなっても楽しんでいただけるコンテンツが、まあ、エクストラ回も含めこの通常エピソードも盛りだくさんだと思っておりますので、まだポッドキャストスタンドでフォローしてない方は番組のフォローもぜひお願いします。それではこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしました。またエクソダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願いを申し上げます。